はい、こんにちは。ね、まあ、問題やっていくんですけど、まず問題文書いてきました。どんな問題かっていうのを考えてみると、なんか整数です。もうこれ Z って書いてるのこれ整数ね。整数ですよ。N は整数ですよって言ってます。整数 N があって、N は2以上です。ね。で、三角形 ABC において、なんか BC より AB が長くて AB より CA が長いような三角形、まあ、書いちゃいましたね。こんな感じです、まあ、そんな条件があったとします。でそれで、AB 上に辺 AB 上に PN って点を取ります。ここね取りました。さらに、辺 CA 上に点 Q っていうのを取りました。でそれ、まあ、結んで、まあ、三角形作りますと。その時に三角形 ABC が三角形 APQ ね、だからつまりでっかい三角形が小さい三角形の N 倍になってますよというこういう条件を考えます、ね、こういうふうに、PQ を取ってくると。でその時に、まあ、線分 PQ のうちにこれねここ肝なんだけど、線分 PQ のうち最も短いものの長さを AN とすると書いてますね。ここ肝ね、むしろ線比力、ここ一番大切なことですね今回の問題で。つまり、まあ、PQ っていろいろこうできるでしょ、ね、こんなもできるしこんなもできるしこんなもできるねんけど、そのうちで最も短いものの長さを AN と置きましょう。つまりいろいろ動けんねんけど最も長さが短くなるところを固定します、ね、固定してそこを AN と置きましょう。でその時それを AN と置いた時に N 倍の AN の2乗っていうのは N に無関係であることを示せっていう問題です。はい、まあ、なかなかこれハードですね、難しいと思うんで、興味のある人は、動画を止めてやってみてください。はい、いいかな。はい、じゃあやっていこうかなと思うんですけど、もう一回問題確認しておくと、むしろ N 倍の N 二乗っていうのが N に無関係であってほしいんだけども、この AN っていうのはどんなふうに決まるかっていうと、こんな条件を満たすような PQ のうち最も短いものを N と置いてるね。だから一見見たところ N に関係しそうなんだけれども、それが実は N に関係ないんだぜっていう、 N 倍しとくと N に関係ないんだぜってことを示しに行くと、そういうことです。はい、そしたらやっていきたいなと思うんですけれども、ですね、まあ、この面積の問題になってますよ ね。面積の問題になってて、まあ、このでっかい三角形とちっちゃい三角形を比べんねんけども、ある角を 共有してますよね。つまりここね、角 A、まあ、C だときましょう。角 A を、まあ、共に含んでますよね。でこういう時はその共に含んでる角を、まあ、自分のシートと置いてですね、三角形の面積をですね考えた方が早いですね。なんで、三角形 ABC の面積はどうなるかっていうと、ね、2分の1倍の、ね、辺の長さ、辺の長さと挟む角のサインですよね。なので辺の長さが欲しいんですけれども、ちょっと自分で置いておきましょうか。ここ B、自分で置いてくださいね。ここ C と置きましょうか。はい、と置くと、2分の1の B×C× 間のサインですね、サイン θ ですね。はい、じゃあ三角形もう一個ですね、 APNQN はどうなのかっていうと、はい、同じように考えるとですね、まあ、こことここの辺の長さが欲しいですからね、自分で置きたいんですけれども、ここはちゃんとこう置きましょうか。AQN なんで、まあ、ここ QN ときましょう。QN。で、ここ、APN なんで、PN とこう置きましょう。はい。で、こういうふうに置くとですね、まあ、PN、QN となって、サインシートとこうなりますかね。はい。まあ、こんなふうに面積できますね。で、じゃあこの条件早速使っていきたいと思うので、条件書いていくと、2分の 1ABC サイン θ イコール N 倍の2分の 1PNQN サイン θ とこうなりますかね。はい、まあ、これはね分かりますね。サイン θ 消えて、あ、サイン θ ね、で2分の1消えますから、残るのが左辺は BC で右辺が NPNQN とこうなります。はい、これ重要ね。これがこの条件を還元したものですね。はい、この条件からこんな条件できますってことをちょっと覚えていきましょう。はい、ちょっと場所がないので、まあ、これいいですね。消してここだけ重要な部分だけ取っておきます。なので一回上消させてもらって、上に条件を移していきましょう。 BC イコール N 倍の PNQN こうなりますね。はい、
たい点検します。はい、じゃあ後の議論はですね、n 倍の an 二乗っていうのが n に無関係であることを示していきたいので、まあ、具体的に an っていうのを求めていきたいと。まあ、n 二乗でもいいんだけどね、もうこれ二乗になってるのは結構ミソで、これ n 二乗は具体的に求まるんですよね。求まる、ね、だって二乗って言われて三角形の辺で向かい側のシータが分かってたら、それはね、あれ使いたくなりますね。あれあれです。こういう時は余弦定理ですね。余弦定理使うと an の2っていうのはどう書けるか、 a の2乗ですね。2乗 a の2乗っていうのは辺の長さと挟む角のコサインを使って書きますよね。覚えてくださいよ。なんで、pn 2乗足す qn 2乗マイナス2、なんか狭いな、狭いのでちょっと行を変えますね。余弦定理より、はい、an の2乗っていうのはPn2 乗足す Qn2 乗マイナス2倍の PnQn コサインシータとこうなります。はい、でこれで、まあ、これを n 倍すれば n 倍の an2 乗になって、まあ、それのどうですかねっていうのを見ていったらいいねんけども、どうなりますかね。まあ、ちょっとやってみましょうか。やってみるためにちょっとこっち行きます。 n 倍のan 二乗っていうのはですね、どうなるかっていうとですね、まあ、これなんですけれども、pn n 倍やな、n 倍のまあ括弧 pn、 ちょっと括弧の付け方が意図的ですけど、こうなってですね、2倍の n 倍の pn qn コサインシータこうなります。あ、引き算か、ごめんね。で、まあ、これは意図的にここに n を書いたんですけど、なぜかというと、ここですよ。ここがさっき求めた条件によって bc と書きますから、ちょっと書き換えてあげると、n 倍の、pn2 乗足す qn2 乗っていうのは、マイナス 2bc コサインシータですね。こうなります。はい。でこれで、いやどうやねんっていうね話なんですけども、これどうしますか。こっからですよね、問題はどうなるかな。すごいね、ここ大変なんだけども、実はですね、まあここまで一旦はいいんですけれども、あとねすごい問題が残ってますね。っていうのは、まあこの an 倍の n 二乗っていうのは ここの部分とこの部分で2つの部分に分かれたんだけども、後ろの部分っていうのをよくよく見ると2倍の bc コサインシータって言ってますからね、これは n に関係ありますかって聞かれたらどうですか。 n に関係ないですよね。ないんです、ここで。ないからいやってなんねんけども、こっちですね、これだって n 残ってるしね。ね、なんかしかも PNQN って言ってるから、これ N に関係ありますよって話が もろ N に関係しちゃってるから、これじゃダメなのね。ね、全然答えに言ってないんで、問題はこの部分も N に関係ないよってことをしっかり示してあげないとゴールにはならないと。そうなります。はい、いいかな。そしたらじゃあ、ちょっと話題を書いていきたいんだけども、今までね使ってない条件があって、これですね、これ使ってない、も、PNQN、 まあ今で言うこれね AN、 AN ね、 AN が最も短いですよって条件はどこにも使ってないです。でなのでまあ解けるわけないんですよ。そんなね無駄な条件つける問題なんてないですからね。なのでここの最も短い時を AN と置いてるんだと。 AN っていうのは最も短いって条件を含んでるんだってことを使っていきたいなと思うので、それを考えていきます。はい、なのでちょっといいですかね、これ取っといて、こけそうね。はい、そしたらちょっとここね APNQN っていう三角形をちょっと取り出して考えていきたいんですけれども、白がね、こんな感じね、ちょっとここが A だとして、まあなんかこんな、こうどんな感じかな、まあ、こんなんでしょうか。ここに pn があって、ここに、じゃあこっち qn か、
QLM があって PN があるみたいな、こんな状況ですね。これをスパッと倒したみたいな感じ。ちょっと見てください。ちょっと拡大ね。で、今このここが N って言ってるね。ここが N って言ってんねんけど、この AN が最も短くなるのってどんな時ですかっていうのをね、今考えていきたいんですけれども、なんでまあこういうふうに書いたかというとですね、直感的にね、直感的にこの AN っていうのが一番短くなる時っていうのはこうだと思いませんか？こういう時だと思いません？思いませんか？これなぜかというとですね、今ね、最初の条件っていうのがこの何に関する条件かというと面積に関する条件ね。ということは、三角形 APNQN っていうのは三角形 ABC の、まあ、N 分の1とでね、 N 倍して ABC になるか N 分の1の大きさを持ってる、つまり面積はバッチと決まってるんですよ、ね、与えられた三角形 ABC の N 分の1倍の大きさの面積を持つのに決まってるんですね、三角形 APNQN は。だから面積の大きさ決まってんねんけど、その中で面積が決まっている中で PNQN っていうのは、つまり AN っていうのはどん時にどんな時に一番小さくなりますかっていうのを考えていきたいと、ということです。ちょっとここを AN と書くのまずいからちょっと消しますね。 OK、 もう一回確認するで、つまり PNQN っていうのは面積を維持、ここのね三角形 APNQN って面積を維持しながら自由に動けるんだけども、その中でも最も小さくなるときを AN と置いてるんですよ。で、多分皆さん直感的にこういうふうにね、まあ要するにここ二等辺三角形になるときはね、二等辺三角形になるときが一番小さくなるっていうことは予想できませんかね。で、これを使っていきたいと思います。はい、ね、まあちょっと直感的になんだけど、まあ、この面積があったとしてね、でこれが、まあ、ちょっとこう動いたらピロッと動いた時に、まあ、この AN の長さより、ね、こっちの PNQN の方が長くなりそうな気しません？例えばこんなんとかなったらさ絶対長くなるやん。逆にこっちもこうだんだん長くなってくるでしょ。なんで一番短く落ち着くのがこういうふうに二等辺三角形になる時だなっていう予想がつきます。でこう二等辺三角形になるっていうのはどういうことかっていうと、今ここじゃな、ここが PN って、あ、QL って言ってるんだけど、実際の QL の場所が、ここでしたよって言ってるね。本当はここでしたよ。PN はここじゃなくて、本当はここだったんですよと。P やな。と言ってます。なので、ここから分かる条件っていうのは、ここが、スモール QL で、こっちがスモール PN だったから、条件は、もうこういうことだよね。もうこの条件が成り立っているときに初めて AN ってものがバシッと定まると。でそうこうですね、この赤線が引いてある分の条件っていうのが PN イコール QN っていう条件だったと、その時に AN が定まるっていうことだったということです。まあこんな感覚的な話をしてますけど、これ実際示さないといけませんね。実際に二等辺三角形になるときに AN が最初になる、まあ、AN が最初になるって言い方はあんま良くないので PNQN が最初になる、でそれを AN と解くってことですね。なのでそれを実際に証明していきたいんですけれども、証明するのちょっと時間かかるので、一回ここね、あの証明次の動画に回して、一回これを、認めて、そうですね、これを認めて一回この問題のゴールまで行っちゃいたいなと思います。いいですか？はい、ね、じゃあこの PNQN となるときに AN が最初、つまり PNQN が最初で AN と置けるってことを認めた上でこの式変形続きをやっていきたいねんけども、となるとですね、ここが書き換えられるよね。 PN イコール QN なんですから、どう書き換えられるかっていうと、ですでね、まあ要するにここが QN じゃなくて PN でいいってなったよな。 PN でいいですよってなってんから、2NPN2 乗なのね。 2NPN2 乗こうなるね。ね。で、与えられた条件っていうのが、与えられた条件消してしまったな。与えられた条件がどんなやったかっていうと、何やったっけ、BC イコール N 倍の PNQN やったな。言ってることで書いてることじゃない。まあ、こういう条件があったんですけど、この条件にも P イコール QN、P イコール、PN イコール QN 使えるんで、PN2 乗になると。こうなりますね。なので、
もう一度式変形ができて、ここの NPN、 NPN っていうのは BC と書き換えられますから、2倍のここは BC になるとね。ここね、はい。でここまでいくともう明らかで、もう左辺は N に関係なくて、左辺っていうか第1項ね、第1項上もう N に関係なくて、第2項も N に関係ないので OK ってなります。いいですかね。でこれでゴールなんだけど、ちょっとね、あの式変形ぐちゃぐちゃしてるんで、もう一回ちょっと整理して書いておきますね。まあ別にもうこの後見なくてもいいんだけども、ここまでいったら条件があるので、2nPn2 乗とこう書きますね、まとめて。で後ろも 2nPn2 乗、コサインシートと書きます。はい。なのでこれはくくることができて、2nPn2 乗を 1- コサインシートとこう書きますからね。はい。で最後ここ n 倍の Pn2 乗っていうのが BC だったっていう条件を使って、2倍の BC1- コサインシートとこうなります。はい。まあ、さっきと同じことやったからどうでもいいねんけど、でこれは明らかに B と C っていうのは与えられた辺の長さ、かつ θ っていうのは与えられた辺によって定まる長さですので、 N に全く関係ありません。したがって、問題通り、N 倍の N2 乗っていうのは N に無関係であることがこれによって示されましたと。それでゴールです。はい。じゃあ OK ですかね。もう一回流れを確認しておくと、まず三角形 ABC において与えられた条件があります。で PNQN って自分で置いてくねんけど、どういうふうに置くかっていうと、三角形 ABC っていうのが三角形 APQ の N 倍によって表される。つまり、まあ、三角形 APNQN っていうのは三角形 ABC の N 分の1ですよってことが条件ですね。はい。だ面積による縛り、面積による縛りがあって、そのような縛りを受けたPNQN を考えるんだけど、そのうちも長さが最初になるものを AN と解くと。つまり PNQN っていうのはこの面積の条件によって縛られるけれども、その条件っていうのは緩くてまだ動くことができると。その動くことができる中で最も短くなるときを AN とばしっておきます。でその時に N 倍の N2 乗っていうのはどういう振る舞いをしますかって調べたときに、なんかこの下線部の長さを AN と解く最も短い時の条件っていうのは PN イコール QN、 この場合で言うと AQN と APN っていう長さが等しい二等辺三角形になる時だなっていう予想が容易に立つので、その時の条件を使って計算していくと、ゴールまで来ましたということですね。はい。ですが重要な問題である PN イコール QN の時に AN が最初になるってことを示していませんので、それは次の動画でやりたいと思います。まあ直感的な理解なんですけど、これでは回答は満点もらえませんので、次の動画もぜひ見てください。はい、じゃあお疲れ様です。